どうもこんにちは、ミータングです。今回はこちらのマルチポーチを編んでいきたいと思います。私はですね、レジ袋をここに入れてカバンに引っ掛けて持ち歩いて、もうかなりね、毎日使っている最中なので汚れが見えるかな、汚れちゃってるんですが、プルメリア、先日紹介したプルメリアをつけたらですね、一気に夏な感じに、春を通り越して夏な感じになりましたが、まあ、こんな感じでお花をつけたりワッペンつけたり刺繍したりしても可愛いと思います。で、インスタグラムの方では、最初はですね、これマルチポーチじゃなくって、2歳の末っ子にポシェットを編んだんですね。ここに葉っぱと茎みたいなのをつけて、リンゴ、赤い糸で編んでリンゴにしたり、耳をつけてクマさんにしたりして、ここをね、このなんだこれ、ナス管っていうんでしたっけ、これではなくってですね、ピーって編んで、ここにショルダーをつけた感じにしましたね。で、この入り口のところの幅はですね、まあ、好きなようにできますので、もうちょっと広げてもいいしって感じですね。で、今回このボタンにしました。末っ子にポシェットにした時はですね、マジックテープにしたんですが、今回はボタンにします。で、とっても簡単な編み方で、長編みで編んでいるので、初心者の方も挑戦しやすいんじゃないかなと思います。よかったら編んでみてください。今回はセリアで買ったと思います。これはセリアだったと思います。ナス管パーツを使います。で、動画ではこれもなんですけども、ベーシックコットンというケイトピエロの糸を使いますが、100円ショップのコットン糸でもできると思います。またアクリル毛糸で作っても、もう少し大きいボリュームのある、波太だったらね、できると思います。で、ポシェットを編んだ時は、アクリル毛糸で、これは 1,2,3,4,5 段でやってるんですが、大きいので4段で作りましたね。お好みの毛糸で編んでみてください。かぎ針は毛糸に合わせて、今回は5号針を使用して編んでいきます。ミータングでは早速編んでいきたいと思います。糸端を指にですね、人差し指、左手の人差し指に 1,2,3 回引っ掛けて二重にしますね。二重の輪っかを作ります。そしたら左手の小指のあたりから糸を好きなように引っ掛けます。滑らないように。そして人差し指に引っ掛けて、中指と親指で持ちます。輪の 下半分を持つイメージですね。そしてかぎ針を持ってブスッと輪の中に入れます。糸をかぎ針に引っ掛けて持ってきます。はい、もう一回引っ掛けて持ってきます。はい、ちょっとキュッキュッとします。ここから1段目を編んでいきます。鎖編みをまず2回します。糸を引っ掛けてスポン、もう一回引っ掛けてスポン、はい、鎖編みが2つできました。そしたらここから長編みを13回編みます。まずかぎ針に糸を引っ掛けて、そのまま輪の中にかぎ針を入れます。そして糸を引っ掛けて持ってきます。かぎ針に糸が3本かかっています。左側の2本だけを引き抜きます。左側の2本だけを引き抜く、はい。そしてもう一回かぎ針に糸を引っ掛けて、残りの2本を引き抜きます。はい、長編みができました。長編み全部で13目編みますので、あと12目ですね。はい、かぎ針に糸を引っ掛けて、
輪の中にかぎ針を入れて持ってきます。そして左側2本を引き抜いて、残りの2本も引き抜きます。あと11回、同じことを繰り返します。これで全部で13目になったと思います。ちょっと数えてみようかな、はい、こんな感じになっていて、ここが最初の鎖編み2回ですね。で、長編みが1個目の長編みがここにあります。で、頭がここにありますね。1個目の長編みの頭、はい、ここから数えて1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、はい、13目ありますね。そしたら、あ、戻しちゃった。もう一回かぎ針を外して、この輪を引き締めていきます。はい、こんな感じになっています。ここが短かったらちょっとギュッと寄せてこの部分を出します。はい、そしたらここに2本ありますね。この短い糸を引っ張ると片方が、どちらかが反応して動きます。その動いた方を引っ張るので、どっちが動くかをこう引っ張りながら見ます。いきます。はい、はい、今こっちが動きましたね。こっちがこの下側に入っていってましたので、この上から引っ張っていきます。グッと、そしたらですね、もう片方が反応して引っ張られて短くなりますので、ぎゅーっと絞っていきます。はい、こんな感じになりましたね。そしたら、また短い方を引っ張って、こっち側も絞っていきます。よいしょ。よいしょ。はい、できましたね。こんな感じで中心が絞られました、はい、糸は向こう側に持っていって、またかぎ針を戻します。はい、そしたら最初の長編みの頭に引き抜きます。ここに立ち上がりの鎖編みが2個あって、その横の長編みの頭ですね、ここに引き抜きます。はい、そしたら2段目を編んでいきます。鎖編みを2回して立ち上がります。そして根元の目に長編みを2つ入れます。2段目はすべての目に長編みを2つずつ編んでいきます。1段目が13目なので、2段目は26目になりますね。はい、2個入りました。次の目にも2つ入れます。はい、あーしょ、はい、ぐるっと26目編めました。最初の長編みの頭ですね、ここに引き抜きます。続いて3段目です。鎖編み2回で立ち上がったら、3段目は2、1を繰り返していきます。2、最初の目に2つ長編みを編み入れます。1個同じ目に2個、はい、そしたら次は1つです。はい、2、1ときましたね。2、1を13回、全部で13回繰り返してプラス13目にします。39目ですね。1、
2個、そして次が1、こんな感じです。2、1、2、1という感じで繰り返してここまで編んでいきます。あーしょ。はい、できました。最初の長編みの頭に引き抜きます。そしたらこの辺で後ろのこの糸を処理していきたいと思います。この輪をですね、ぎゅって引き締めているところですね。糸切れないように気をつけましょうね。プチって切れちゃうことがあるので毛糸用のとじ針を使って糸をくぐらせます。これがね、こういう感じで流れているんですね、この糸が。で、こういうふうに出てきているので逆方向にこう入れていきたいんですが、同じところから入れちゃうと抜けちゃうだけなのでちょっとずらして入れます。表には響かないようにして、そしてギュッとこんな感じですると抜けないですね。そしてできたのでまた次編んでいきましょう。4段目ですね。これ円の編み方は別の動画で法則を紹介してますので、今回は5段目までやりますが、もっと大きくしたい方は永遠にね大きくできますので、そちらの動画も見てみてください。円の法則ですね、ちょっとこの辺に、こっちかなに貼っときますので見てみてください。はい、4段目を編んでいきましょう。鎖編み2回で立ち上がって、4段目は1、2、1を繰り返します。なので根元にまず1つ長編みを編みます。そして次の目に2です。2個入りました。1、2できましたね。次は1です。はい、1、2、1が編めました。でもう一度1、2、1になります。なので1が2回続きます。1、2、1、はい、1、2、1、1、2、1、こんな感じでぐるっとここまで編んでいきます。4段目は52目になります。あーしょ。はい、できました。整えます。4段目ができました。最初の長編みの頭に引き抜きます。はい、続いて最後5段目を編んでいきます。鎖編み2目で立ち上がったら、5段目は2、1、1、1、1が3回です。これを繰り返します。根元に長編みを2、はい、そして1が3回1、1、1、はい、これをぐるっとここまで編んでプラス13目ですね、65目になりますね。はい、あーしょ。はい、5段目ができました。そしたら最初の長編みの頭に引き抜いて、これで終わりですね。そしたらこれを2つ作るんですけども、1個目は、ここで糸をカットしてですね、糸処理をしちゃいます。糸を適当な長さでカットして、そしたら糸を引き抜いてとじ針で閉じます。適当に後ろに持っていってくぐらせていきます。
反対側に行くときは同じところに入れちゃわないようにちょっとずらして反対に戻してあげると抜けないですね。はい、はい、1枚できました。もう1枚編んでいきます。あしょ。はい、もう1枚できました。そしたら2枚目の時はここ切らないでこのまま縫い付けていきたいと思います。引き抜き編みでくっつけていきたいと思います。そしたら、表と表は外側にしたいので、こうですね、中、内側、裏側がこうくっつく感じになります。そしたらもうこっち側はですね、まあ、どこでもいいと思います。まずこうなってますね。ここのが最初の目です。その次の目にまずかぎ針を入れます。はい、そしたら反対側はどこでもいいと思いますね。はい、ちょうど引き抜いたところがいいかなと私は思うのでまあ、どこか分かりにくいですけども引き抜いたこうラインがありますね。ここのラインのあたりで 目を裏側から入れます。こっちが裏です。はい、こうですね、こんな感じになっています。こんな感じ。そしたら糸を引っ掛けて持ってきて、さらにかかってる糸も引き抜きます。きつくなりすぎないように気をつけながら、はい、で次も次の目も入れて向こう側も入れて引き抜きます。はい、こんな感じ。次の目に入れて反対側も入れて、きつくなりすぎないようにここの引き抜きがねきつくなるとキューってなっちゃうのでだいたいこんな同じぐらいになるように閉じていきます。ゆるすぎるとここがゆるくなっちゃうので、まあ、このいい塩梅でやっていくといいと思います。ちょっと失敗したなと思ったら一回戻ってもう一回やっても大丈夫ですのでね、焦らずに。あ、ちょっと糸がちゃんと取れてなかった。はい、こんな感じで戻りながら、一歩進んでは戻りながらね、歩んでいきましょう。はい、これで私はですね、あのこんな感じ、4分の1ぐらい、4つに分けた、4つにね、こう十字で分けた4分の1ぐらい開けてます。もうちょっと、ポシェットの場合はね、もうちょっとこう広い感じでにしてますけれども、今回はレジ袋を入れる程度なので入り口はそんなに大きくなくてもいいかなっていう感じで、まあ、お好きな幅でまでこうね引き抜き編みをしていってください。どれくらいにしようかな。あんまり狭いと入れにくかったりしますのでね。あしょ。はい、こんな感じでここまで来ました。4分の1よりもちょっと広い、気持ち広い感じかな。こんな感じでしたので、ここまで来たら、この紐のところをつけていきたいと思います。これはですね、別で編んで縫い付けてもいいんですが、ちょっとあのズボラなのであのちょっとめんどくさいのでこのまま編んでいきたいと思います。ガバッと開いて最後に引き抜いた目がここにありますよね。ここに最後に引き抜いた目をこう広げてですね、こ
これを 1,2 として目として数えたいと思います。鎖編みを1回して立ち上がったら、ここがこう入っているここの目ですね、ここにブスッと前から後ろに向かって刺しますね。そして糸を持ってきます。で、細編みを編みます。細編みはですね、このままこの2本を引き抜く編み方ですね、はい、そしたら次ここです。すぐ隣にあるここにかぎ針を入れて細編みを編みます。細編み2目ずつそのまま往復編みをしていきます。鎖編み1回で立ち上がったら、この編み地をぐるっと反時計回りに回しまして、今ここに1個2個2目さっき編んだ細編みが1個2個あります。わかりにくいですが、ここに今鎖編みがあって、ここに向こう側向いてるんですが細編みの頭があるんですね。細編みを1個編んで、その次の目にまた細編み、ここに、はい、こんな感じで伸びてきてます。鎖編み1回で立ち上がって3段目、ひっくり返します、はい、で根元わかりますかね、こうなっている根元の細編みの頭に細編み1個、次の目ここに細編み1個、はい、こんな感じで、もう何段っていうのをね数えてるとわけがわからなくなるので、まあ、好きなだけ好きな長さになるまで細編み2目ずつ編んでいきます。鎖編み1回でひっくり返して1個2個、はい、伸びてきました。鎖編み1回、1個2個、はい、これで好きな長さになるまで編んでいきます。今回はこれよりもちょっと長めにしようかなと思います。はい、これぐらいにしました。こんな感じ、ナス管が入るのでこんな感じですね。で、あとナス管をこうくるむところも含めてこんな感じにしました。適当にカットしたら、とじ針でナス管に縫い付けていきたいと思います、はい、じゃん、こんな感じになってますね、はい、これくるくる、これはね回るタイプなのでどっちになっても大丈夫ですね。こんな感じにしようかな。内側に来るようにこう縫い付けていきます。縫い付け方はね、適当です。そしたら糸処理の要領でくぐらせて
糸を割ってくぐらせて、よいしょ、はい、カット、はい、こんな感じになったので、今度はこっちにこのナスカンをね、ピッて入れるところをつけたいので、鎖編みをします。糸を結び目を作って、結び目を作って、ここから鎖編みを4回ぐらいしてみようかな。1、2、3、4、4じゃ短いですね。5、6、6回ぐらいしたら輪になりますね。はい、じゃあ6回でいきたいと思います。糸を切ってキュッと抜きます。はい、そしたらまたとじ針活躍します。とじ針でこのギリギリのところに入れます。で、反対側も動作ですね、この辺かな、入れます。ギュッと、でこっち側で結んじゃいます。そしたらこのとじ針だとちょっと小さいので、2本同時に閉じちゃいたいので、太いとじ針に変えて、この2本を、ね、太すぎると閉じるときにですね、くぐらなかったりするんですが、ちょっとその時はですね、細いのに変えて1本ずつやった方がいいですね。ちょっと頑張って2本同時に閉じちゃう。で帰ると結構抜けませんね。長さ一緒にしときます。気が済むまで閉じたらカットして、糸処理をしてカットして、こんな感じになりましたね。じゃん。はい、これでもう袋型はできました。あとはボタンをつけていきます。ボタンとこの紐ですね、
今回はセリアで買ったこの爽やかなボタンにしたいと思います。でボタンはですね、穴がすごく小さかったりします。これは割と大きいけど、小さいのでこの糸だとね入らないんですよね。なのでこの一番細いとじ針入るかな、針が入るの確認してから、60センチぐらいでこのベーシックコットンをカットしまして、まあ、これは同じ色がいいなと思ったので同じ色でやっているんですが、細い普通の糸でやってもいいと思います。これは糸を割ってよりをほぐしてなんか2本にしてますね。これ3つ、6本がよられているんですが、まずね3本に分かれるので、そのよく見るとこれ2本あるんですが、この1つね、これでボタンをつけていこうかなと思います。真ん中に来るように、だいたいつきましたね。後ろで糸をくぐらせて糸処理をしたいと思います。でこっち側も反対側も裏に出して糸処理をします。最後ラストスパートです。このボタンがついたらボタン引っ掛ける紐をつけていきます。これもですね、ここと同じ要領で鎖編みをして、縫い付ける感じですね。糸を長めに取って、今回は1、2、3、4、5、9、10、11、12、13、14、15、どうかな。これぐらいあればボタンが入りますね。あんまり短いとすごくつけにくいので、ボタンがくるっと収まる長さ
それでいいですね。何目でしたっけこれ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15目にしときます。ボタンをこう囲える、ボタンが通る長さにしてつけていきます。ちょうどボタンの向こう側になるように、これはとじ針でもいいですね。あ、とじ針じゃない、かぎ針で糸を持ってきてもいいですね。目のところでつけたいと思います。よいしょ、あら全部出てきちゃった出てきちゃダメです。はい、こんな感じですね。そうしたら結びます。出てきちゃう、目でやったので出てきちゃいますね。出てこないようにここで結んで、もう一回今度は強く結びます。片結び、はい。さっきちょっとね、2本同時だとやりにくかったので1本ずつ糸処理をしたいと思います。はい、一応チェックしとこうか。はい、よいしょ、引っかかったけど大丈夫です。いいですね、こんな感じになります。ちょっと長いかもしれないぐらいですね、伸びるのでね。適当に長編み降りていこうかな。よいしょ、ある程度いったらやっぱり反対側に戻るのが一番抜けないので、最後に戻っておいて、こっち側も同じようにします。できました、できた。はい、じゃあ何入れようかな。キャンディーとかでもいいんですけど、ビニール袋入れても面白みがないのかなできました、てってれーん。いかがでしょうか。よかったらグッドボタン、あとはシェアしていただけたら嬉しいです。ではでは、いろんな色で編んでみてください。じゃあねー、みーたんぐでした。バイバイー。